子どもの可能性を引き出しスーパーキッズを生み出す幼稚園に英検5級に合格する園児たちなど今時の幼稚園保育園を調査します。さて続いては今日の特集です。今日はですね、県内のさまざまな気になるを調査する気になる調査隊です。リポーターは柴田アナです。はい、こんにちは。もうすぐ新学期を迎える今ですね、こんな気になるを調査してきました。今時の幼稚園保育園の事情ということなんですが、個性的な幼稚園の保育園が増えているという話を聞きますよね。実際のところどうなんでしょうか。調査してきました。この辺りに何でもすごい子どもたちがいるという幼稚園があると聞いてるんですが、お、園児バスがあります。こちらですね。え、見てください。全員合格英検5級と英検5級って中学校1年生レベルですよね。園児でしょ。お邪魔したのは菊陽町にあるみすず幼稚園。こちらのあるクラスで行われているのが、そう、英語の授業。こちらの幼稚園では年中と年長さんを対象にしたインターナショナルクラスが設けられています。このクラスでは2年前から英検にチャレンジしていて、受験者全員が見事5級に合格しているんです。すごい。実際にどんな授業が行われているのか見せていただきましたよ。If we go to your house, what can we do to your house? Sarah, what can we do at your house? Lego! We can do Lego! すごいですよね。このように発表をしたり、カードを使ったゲームをしたりと、一般的な幼稚園で行われているやり取りを英語に置き換えているだけ。そのため子どもたちは英語を勉強しているという感覚はありません。英語検定を受けるというのは子どもたちにとってはどういうことになるんですか。いい質問ですね。まず合格させるために受けさせたのじゃなかったんですけれども、合格どうでもいいんですよ。試験の会場のところに行って左右見て、中学生たちですよ、小学生たちと同じ部屋で同じテストを受けるっていうことはすごく自信をつけるんですよ、この子たち。その経験やっぱりさせたいんですよ。合格はどうでもいい、合格はどうでもいい、チャレンジすることに意味があると話すティム先生。それでもこんな小さい子どもたちが合格するのはすごいと思いませんか。そんなスーパーキッズたちですが、試験を受けるにあたってどうしてもある壁にぶつかってしまうんです。それは日本語の問題文が読めないこと。英語の文章は理解できても、漢字が混じった日本語の問題文はちんぷんかんぷん。さらに回答をマークシートに記入しなければならないため、順番通りにきちんと塗りつぶす練習も必要なんです。テスト受けて終わったらティノに簡単だったよって言って、 It was too easy! ラスシッシッシッ、周りの人聞いてた、簡単とか言っちゃダメよ。みんなこう、今度しょんべりした顔して、本当にパート選手 too easy ということで、子どもたちが実際にどんな問題を解いているのか、英検5級の問題を見せてもらいました。例えばこんな問題。 What is your job? I Work. One more time please. One, two. Work.子どもたちは楽しそうに解いていましたが、試験問題は中学1年生で習う英語のレベルということもあり、ついつい考え込んでしまう問題も。暗記だけでなく英文の意味をちゃんと理解できていないと解けません。さあ、せっかくなのでスタジオの皆さん、子どもたちが実際に解いていた問題を出題です。カッコに入れるのに最も適切なものを一つ選びなさい。ではアコさん、わかりますか。おー、カッコだ。1番1番ですか。久し
しぶりに考えるとなかなか出てこないですが、正解は2番でした。皆さんは答えられました？まずそのプロセスですね、あの練習したり、もう本当に3ヶ月テストの前にですね、練習が始まって必死で毎日練習して家に帰って偏見っていう、お互いのこうライバル精神が出てきて、お互いにこう身の敵だとという気持ちが出てきて、すごくあの成長するのをすごく見るのがすごく楽しかったん で英語を学ぶことっていうのはやっぱり外国人になるということじゃなく、やっぱり熊本を代表するための機会なんだと思っているので、この子たちをぜひ外出て、国から出て、やっぱりみんなの人たちにやっぱり熊本の素晴らしさやっぱり紹介してほしいなんですよね。いやー、今いろんなことに取り組む幼稚園保育園があるんですね。なんかでもやっぱりこう毎日継続してやるっていうことが子どもたちの能力を引き出してるっていう感じがしますよね。そうなんですよ。最初は年少さんの時は子どもたちは普通のクラスだったんですが、年中さんからあの英語クラス、インターナショナルクラスに入ってるということで、もう本当に日々の積み重ね、午前午後1時間で勉強してるんですけど、あそこまでできるようになるんですよね。いや、多分勉強っていうんじゃなくて、多分すごい日常的な生活習慣にあるんですね。楽しそうでしたもんね。大体やってるっていう感じで、やっぱり勉強もすごかったけど、運動もすごかったんですね。横峯式ですか？驚きましたよ。衝撃でしたね。本当にですね、もう柔軟なんですけれども、あれだけでもすごいんですけれども、こんなこともできる子がいるんですよ。